こんにちは。私はジョンウドと申します。 共通議定書と日本の環境政策と文化に発表したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。<拍手 S 1> この発表にあたり、概要を簡単に説明してから、研究報告に移りたいと思います。最初に研究の重要性、それから研究質問、研究背景、私が行った研究結果、 についてお話したいと思います。まず、この研究を進めるにあたって、私が京都議定書を研究のテーマに決めた理由について説明したいと思います。私は日本,日本における環境政策に,に対する日本人とアメリカ人大学生の意識調査を行いました。また、京都議定書が発表されて以来、 日本でどのような環境政策が行われてきたか、日本が議定書を改正しない理由、アメリカと日本人,日本人大学生がどの程度政策を支持しているか、世界の国々の対応を知るために研究、この研究を行いました。これらが私の研究質問です。一 どの程度日本とアメリカにいる大学生が教的提唱で掲げられている環境政策を支持しているか。2日本とアメリカにいる学生がどのくらい日本政府が教的提唱で掲げ,掲げられている環境政策を支持しているか。3教的提唱の環境政策に日本とアメリカにいる大学生の見解が 反映されていると思うか研究の背景として、議定書の定義、目標、効果、付属書1国、非付属書1国について、議定書の内容、その他環境政策、議定書の見解性について述べたいと思います。皆さんは、協定議定書についてどのぐらいしていますか 京都議定書は人工的温室効果ガスを減らすため作成された世界初の法的拘束力のある契約です。1997年 12, 12月11日、日本の京都市で開かれた第3回気候変動枠組み条約定約国会議で承認されました。UNFCCC において 義務付けられた第1回気候変動枠組み条約を基盤とし、京都議定書が作成されました。この条約を目標の和はこの通りです。では、ここで議定書のもたらす効果について述べたいと思います。京都議定書は将来における環境政策の最初のステップです。 効果の一つとして、例えば2100年まで,にまでに海面の上昇を約2.5センチ以内に抑えます。もしすべ,すべての約条約国が規定され,たされた最低削減を体制すれば、地球の温度上昇を 6, か6年間遅らせることができると推定されています。つまり、 2094年に起こ,る起こるはずの地球の温度上昇を2100年に遅らせることができるわけです。強敵提唱の中で重要な役割を果たすのが附属所1国です。附属所1国は先進国を指し、アメリカ、カナダなどの国々です。 欧州連合国は一つの国として扱われています。京都議定書の第2条第1、2段落によると、すべての付属書付属書1国は京都議定書内の法的条件のに従わなければなりません。一方、非付属書1国というものがあります。皆さんは、 非付属書一国と付属書一国の違いをしていますか非付属書一国は主に発展途上国を指します。京都議定書の第十条によると、すべての非付属書一国は京都議定書の条件に従う必要はありません。さらに義務は、義務ではないですか クリーンエネルギー源に投資することが省励されています。京都議定書で最も重要な内容は第3条にあります。37付属書1国は温室効果ガスの全体の量をせ2008年から2012年にまでの,の間に1990年に水準より少なくとも 5%, 5削減をが条件されています達成。達成できなかった国は、新しいひ必要条件に加えて、新たに30%の排出削減を課せられます。では次に、京都議定書が発表されて以来の環境政策に,あについてお話したいと思います。これらは日本、日本に な、日本政府による行われた行われた環境政策です。残念なことに、去年行われた c. O. P. 1 6で。日本は、強敵兵士の更新を拒否拒否しました。日本は、その理由理由として。中国やインドなどの発展途上国に対する法,法的条件免除を挙げました。 さらに、日本の政府には問題があります。政治力の弱さが大きな要因です。バレンタインが指摘しているように、強力な排出削減目標を達成するには、アジアの国々の支援なしでは難しいからです。これらは研究、研究質問に対し、 日本人の大学生13人とアメリカの大学生33人合計46人にアンケート調査をオンラインで行いデータを集めました研究方法に通して私がオン,ラインオンラインアンケートを作成しました日本人とアメリカ人に調査するので英語と日本語と2つのアンケートを行いオンラインで 回答していただきました。では、これからアンケート調査の結果を説明したいと思います。<っ>まず、研究質問 1: どの,どの程度まで日本人とアメリカ人大学生は強敵提出を支持しているのかについてこのような質問をしました。まず、 京都議定書に興味がありますかという質問に対してアメリカ人は約60%が興味があると答えましたが日本人の場合は50%と興味を持っている人といない人は半々でした京都議定書は大事だと思いますかという質問に対して日本とアメリカの大学生の大多数が 大事だと答えましたが大、大事ではないと答えた人の割合が日本人の方が多かったでした。あなたは、強敵提唱をどのぐらい重視していますかという質問に対して、アメリカ人と日本人の大多数は重要だとも答えました。しかし、 重要ではないと思うと答えました、答えた人の割合は日本人の方が多かったです。これらは研修質問 1A、京都議定書は2012年に改正,すべ改正すべきかについての回答です。京都議定書は2012年に改正するべきであるという質問です。 意見に賛成し,てしますかという質問に対して、両国の多くの人は賛成しています。しかし、日本人はアメリカ人より賛成しないという意見が多いことが、このグラフから分かりました。両国の賛成した人から得られ,て得られた理由として、多かった者が環境を心配するでしたか 両国を賛成しなかった人の理由は異なっていました。賛成しないと答えた日本人は、多くの国の義務を果たすだけの場合に改正するべきだと思うと答えました。もし、京都議定書が2012年に改正されなかった場合、 どのようなことが起こり得ると思いますかという質問に対して、面白い結果に得られました。このグラフからもわかるように、強敵定書の見解性による結果について、日本人大学生はアメリカ人より楽観的であるととがわかりました。これらは研究質問1尾、共通疑定書について、 非付属所一国の面状をどう見るのかについてのアンケート内の質問です。大量の温室効果ガスを排出する発展途上国にも日本のような付属所一国の義務を果たすべきであるという意見に賛成しますかという質問に対して日本人とアメリカ人からほとんど同じ ここで研修質問1に関してデータをまとめ,まとめてみると、京都議定書について興味がある人とない人は両国の大学生とも同じくらいの割合でした。しかし、大多数の人はこのトピックを重要だと思っています。 両国大学生の大多数は、教育提唱と他,他の国の環境に対する政策も重要だと思っています。日本人大学生には、比較,比較的に重要ではないと思うとい,と,意見という意見が多い,多いです。両国の多くの大学生は、日本は2012年に教議提唱を改正するべきだ。 という意見に賛成しています。賛成しないという意見は、日本人の方がアメリカ人よりも大きい割合を示しています。強敵的提唱の見返せによる結果について、日本人大学生はアメリカ人より楽観的です。アメリカ人の大多数と日本,の日本人の過半数は両方ともに 非付属者一国は義務を果たすべきだと思うと考えています。では、次に研究質問2。どの程度日本人、アメリカ人、大学生は共通議定書に対する政府のアクションに満足しているのかについて発表します。共通議定書に掲げた目標に向けて、日本は世界の国々 の猛反し,してリードしてきたと思いますかという質問に対して日本人は世界の国々の模範としてリードしてきたとは思っていないと答え回答した人が52%でそう,思うそう思うと答えた人は33%でした日本の環境政策は世界の中でも模範的な 環境政策だと思いますかという質問に対してこのグラフからも分かるようにアメリカ人と日本人の意見は異なり約な75%の日本人はそう思わないと答えていますその理由にドイツドイツが一ドイツツがドイツが一番である ヨーロッパの方が優れているなどの賛成しないこと答えた日本人はヨーロッパの環境政策を日本の政府よりも優れたものだと考えていることが分かりました。ここで研究質問2の,の結果をまとめてみると日本人大学生は日本政府の環境政策について批判的です。 一方、アメリカ人は日本,日本政府の環境政,策環境政策を積極的だと考え満足している、満足していることが分かりました。ここで次に研究質問3。日本人とアメリカ人大学生の価値観は、基本的提唱に続いて環境政策の,のことによって、 例示しているのかについて発表したいと思いますここで次に研究し…失礼したん <laughs> 日本人に対する日本の政府は共同議定を掲げたせ政策に従っていると思いますかという質問に対して日本人大学生は政府は共同議定に掲げてあ 掲げて政策にしていしてがっていないと答えた人が58パーセントでした。研究質問2の結果,もら結果からも分かるように、日本人大学生は政府政府は協定平成に掲げた政策に従っていないという意見を持っている持っている人が多いです。しかし。 環境政策に反対するの中でも、皮膚属症一呼吸に対する法,法,的法的条件免除はする,する必要がないと思っている人がほとんどだということが分かりました。ではここで、この研究に掲げた3つの研究質問の結果を、うん、<タッ>要約すると。 アメリカ人と日本人大学生は教育議定書に関,に関してある程度同じ意見を持っています。例えば、両国の大学生は非付属書一国の免除に対して否定的に捉えています。また、あ日本人大学生の多くは日本の環境政策に対する批判的でした。 また、基礎提唱について、日本人とアメリカ人大学生の意見は異な,異なっていました。日本人大学生は、基礎提唱が満期になり、期限が切れることを前,前任しているのもののほとんどは、主に環境政策の深刻さを認識しておらず、関心を示していません。 また、日本は京都議定書に掲げ,た掲げている厳しい政策に全ての国をの参加。同意なしでは難しいという立場を示しており、このことから京都議定書は2012年に更新されるとは思えません。私もそこの研究に通し、 通説に思ったことは、中国やインドなどの建材を発展は目指しく、非付属書一局としてではなく、率先して環境政策に貢献するべきではないことと思いました。すべての国は協力してこの問題に取り組まなければ、 環境政策は進まないと思いました。これが私の参考文献です。ここでお世話になった方々に感謝の意を表したいと思います。これで発表を終わります。どうもありがとうございました。 Are still pretty against the Kyoto Protocol coming up in um, Probably considering that they will have to create even more of their energy from renewable energy sources, and with their nuclear program being called into question because of the earthquake and tsunami, it seems unlikely that any progress in that area will happen anytime soon. And they don't have too much land area to make wind, solar, or any of the other um, alternative energy sources, so it seems unlikely that that will, e that will help support. Support the Kyoto Protocol. Okay. I have a question. Yes. What is the likelihood of China and the other non-Annex One nations actually be the the you know the ones that are the high producing? What is the um, outlook of them becoming the Annex One moving up? India today? has at least some possibility of it. The problem is that they've been exempt, especially China. China has specifically said that they will not join the annex 1 countries under any circumstances because so they still I feel mean, is that they have to join it i mean how no they do don't have to join him they just will not accept any they will not accept a renewal of the kyoto protocol if they are included in the annex I countries. The 1 countries um, but china specifically has it mentioned it will not <coughs> yeah. under any circumstances okay. Yes. So, if the protocol is not renewed, do you think that there's some other form of environmental protection will be put into existence immediately, um, or immediately, or it, immediately or in the future? Uh, in both tense, maybe immediately or in the near future. Immediately, it's unlikely. However, most countries would uh, were already if they weren't already operating their own policies of greenhouse gas reductions, uh, even the ones that aren't. Um, sign signatories of the kyoto protocol had already done it so even if they didn't immediately which i don't think it will it's not going to make too much of a difference Me? you mentioned in one of your slides i don't remember which one that um, in order to get anything done people need to be more environmental like aware of the global environmental stuff and like the people need to do it not the politicians and i was wondering like could you kind of clarify that what are we supposed to be doing here well d the point of that statement was more to the fact of what one especially what one japanese responded to my survey noted and that is that the general public is generally speaking unaware of the depth of environmental policy issues mm -hmm. They many support it on principle but not out of knowledge and that's the important part At it's a different, there's a difference between doing something just because everyone else is doing it or because it's on principle and doing something knowing what, you're, knowing what the end, end purpose is and what exactly you're doing and what it's going to do. So, what is your interest? What are you going to be doing with this project next? It's clear you've got a lot of passion. And well, I'm not going to be a teacher. If that's one thing I've learned at this school, it's <laughs> I'm not going to be a teacher. <laughs> but, um, my eventual hope is to get into international policy. And this is a, one of the best examples of international policy taking shape. This was originally <coughs> supposed to be just a presentation on environmental policy in general in Japan, but when they refused to renew the protocol in 2010, that was um, a, just a big event in the policy circles. I know I'm a nerd because I'm in them, but um, <laughs> that's just one example of how the globalization of the world affects everyone, and that's what I'm interested in. Hey, right. hey, well, thank you very much, John.